髪の毛切らないもん。アンパンマンはとっても元気な男の子。いつもお友達とかけっこして遊んでいます。けれど、アンパンマンの髪がちょっと伸びてきてしまいました。アンパンマン、なんだか髪が伸びてきちゃったね。今日、床屋さんに行って切ってもらおう。僕、ハサミが怖いから床屋さん行かない。それに、ずっとじーっとしてるの嫌いだもん。アンパンマンは1週間経っても2週間経っても髪を切りに行きませんでした。すると、アンパンマンの髪は、ニュルニュル伸びてしまって、まるで女の子みたいになってしまったのです。幼稚園で、アンパンコちゃん、今日はアンパンコちゃんがお当番さんよ。僕は男の子だよ。アンパンコちゃん、一緒におままごとで遊ぶでちゅ。アンパンコちゃんのリボンかわいい。私にも結んで。僕は男の子なんだってば。もうこんな髪型やだ。アンパンマンは泣きながら床屋さんへ行ってバッサリと髪を切ってもらい、もう二度と女の子に間違えられることはなかったとさ。良い子のみんなはちゃんと髪を切っているかな？女の子は髪が長くても可愛いけど、男の子は短い方がかっこいいよ。床屋さんに行ったり、ママやパパに切ってもらってね。忘れ物はどこかな？遊園地でたくさん遊んだアンパンマンたち。もう帰る時間なのに、みんな大切なものを遊園地に忘れちゃったみたい。みんなの大切なもの、一緒に探してあげよう。アンパンマンの茶色いマントはどこかな？どこかな？どこかな？メリーゴーランドのそばにあるよ。見つけた。
ありがとう。バイキンマンのバイキン UFO はどこかな？どこかな？どこかな？気球のそばにあるよ。ありがとう。赤ちゃんマンと一緒に遊んでたミルク坊やはどこかな？どこかな？どこかな？観覧車のそばにいるよ。ビーズ出た。ありがとう。ドキンちゃんの食パンマン様へのラブレターはどこかな？どこかな？どこかな？サーカス場のそばにあるよ。ありがとう。メロンパンナちゃんのカゴに入ったパンはどこかな？どこかな？どこかな？空飛ぶ電車のそばにあるよ。ありがとう。みんなの大切なもの見つかってよかったね。動画は楽しかったかな？チャンネル登録とグッドボタン押してね。バイバイ。